おとつです、赤です。今回は爆裂モンスターになるんですが、白猫プロジェクトコラボできたオスクロルちゃんね、こちらの性能を解説していきたいと思います。まあ、テクニックタイプの貴族性ということで実装されてますね。攻撃力、防御力、ウェイト、こんな感じになってます。まあ、ウェイトね、まあ100ということなんですが、まあ、操作性に関しては全然そんな遅いかなっていうところはないですね。非常に使いやすいです。で、まあ、ザ遠距離型のキャラクターという感じですね。もうほんと距離を取ってというところで、近接になってしまうとね、ちょっとまあ接近キャラと蚊と戦うときはちょっと見劣りしてしまうところがあるんですが、そのね、遠距離での攻撃が非常に優れてるキャラクターというところになってます。まあさらっと見た後、闘技場とか、あと探索の時のね、立ち回りなんかも見ていこうかと思います。まず、まあ、さらっとね見ていくんですが、まずサブスキルから見ていきましょう。たまり早いですね。サブスキルの一つ目がこんな感じで、敵を上空に浮かせながら3回に渡ってまあ矢を放っていくような感じです。で、サブスキルの2つ目がこんな感じですね。徐々に大きくなっていく魔法玉、こちらを発射していくような感じになっております。で、メインスキルがねめちゃくちゃ強いんですよ。こんな感じでめちゃくちゃ強いんですけど、メインスキルを打つときに若干打つまでの時間の間があるんですよね。そこ詰められちゃうと結構ね、メインスキル打ち損じたりすることもあるんで、まあオスクロール対策としてはもう接近して立ち回って来られちゃうと結構厳しいんで、対オスクロール戦に関してはもう接近どんどんしてガンガン攻撃与えていくっていうような感じがいいかもしれないですね。で、このビームめちゃくちゃ強いのが、例えばあのワッハッハなんかも壊しながらね、操作性が非常に優れてるんで、ニトラとかにもまあご利用していけたりとかしますし、フィーバータイムとかだと特に、あとはピピミちゃんなんかに対しても、もうピピミにはめちゃくちゃ刺さりますね。もう本当にこのスキルのメインスキルの操作性がいいんで、ピピミがメインスキル打ってても、まあ、上空からとかメインスキル打って攻めていくみたいなこともできるんで、そこら辺は非常に優秀なのかなというふうに思います。で、コンボなんですけど、これねサブスキルのコンボがちょっと当てづらいんですよ。なんで基本的にサブスキルでコンボつなげるっていうよりかは、結構遠距離でサブスキルの2つ目打って、その間にサブスキルの1つ目を打ってさらに吹き飛ばしていくっていうような立ち回りがいいのかなというところですね。はい。で、通常攻撃こんな感じです。割とリーチ長いんですよね。で、一番最後の攻撃が弓を放ちながらバックステップ決め込んでいくんですよ。で、そこをちょっとね使いやすいかなと思いました。前方に行くんじゃなくて、そのままバックステップで、まあ、後ろに下がっていってくれるというような感じでございます。まあ基本的に通常攻撃入れてくっていう場面は少ないのかなっていう気がするんだけど、これでバックステップ決めて、これ打ちながら弓矢を放っていく、さらにメインスキルを決めていくっていうのがいいのかな。で、サブスキルの溜まりも早いんでね、距離を取りながら立ち回っていくっていうのが非常に優秀なキャラクターになってます。一応これもあんま使うことなさそうだね。この下フリックは、はい。まあそんな感じで、まあ遠距離で、まあ距離を取りながら立ち回ることで強さを発揮していくようなキャラクターになってます。で、スキルタイムがね結構短いんですよね。なんでそこが怖いんですが、フィーバーが溜まっている状態だともうめちゃくちゃ強いです。4回打てます。これもう敵なしですね。フィーバー中に関してはもうほとんど敵なしのような感じですね。3回、まあ4回、でギリ4回打てるような感じになってるんで、これやられたらもう溜まったもんじゃないですね。はい。で、フィーバー中のスキルがめちゃくちゃ強いという感じになってます。で、このあとね、闘技場、あとは探索の時どういう風に使っていくかっていうところも踏まえて見ていきたいと思います。はい。では、オスクロルちゃんの闘技場での立ち回りちょっと解説していきたいと思います。まず一番最初には入れ込まない方がいいです。詰めてこられると遠距離型なんで結構渋いです。で、ある程度フィーバーゲージが溜まりそうになったタイミングで、まあ、オスクロルにチェンジしていくというのが非常にいいですね。で、まあ、今回ねちょうどニトラ戦取れること
取れたんで、まあ、ニトラ戦やっていこうかと思うんですが、やっぱり属性が痛いんですけれども、属性もね顧みないこのフィーバーをここからねお見せしていきたいと思います。フィーバータイムをね、はい、フィーバー溜まりましたと、ここからもうガンガンメインスキルを当てていきます。これがめちゃくちゃ強いです。本当に強いです。でまあ対属性に対してもこういった形で、まあ、ゴリ押していけるんですけれども、この後のワッハッハが怖いかなと思ったんですが、このサブスキルでねワッハッハ壊せるんですよ。3連撃で徐々に上に上がっていくんで、ワッハッハ対策としてはね非常に優秀なのかなと、あのサブスキルの一つ目ですね。まあ、あとは近づいてこないようにねちょっと意識しながら、こういう感じでサブスキル溜まり早いんでね、どんどん打ちつつメインスキルをこれ当てていく。でメインスキルも今ワッハッハ壊しながらねダメージ与えていけるというような感じになってるんで、まあ今一人切れちゃって1対1になってたので、まあそういう立ち回りもできるのかなという感じです。はい、では探索の時の使い方というか、まあ、今回ニトラフレンドで入れてるんですけれども、まあ距離取りながらの戦い方になるんで、うん、キュービーでも普通に強いんですけどね、今回ニトラフレンドで連れてって行ってみました。で、ニトラがワッハッハフレンドのメインスキルを打ってる間にチャージをしていくという感じですね。で近寄ってこないように、近寄ってこないようにっていうのを意識しながら立ち回っていきます。でメインスキル溜まったらメインスキルを打ってというところですね。うん、でも本当詰めてこられちゃうとちょっときついかなと、3対1とかになっちゃうと思う。はい、でもまあここでメインスキルフィーバーになったんでガンガン入れてきますね。強いですね、フィーバーのこのメインスキルが強いんだけど、後ろ向いちゃうと敵が後ろを取られると渋いんですよ。なんで今みたいに後ろに敵がいるのに、まあ攻撃食らってしまってメインスキル解除されちゃうみたいな場面もあるんで、メインスキル打つポイントはやっぱり壁寄りの方が間違いないのかなというところで、そういう立ち回りをすればもうかなりね、探索でも有効活用していけるというようなところになってるんで、やっぱフィーバー中が強いっすね。闘技場ではもう一番目に入れ込まないで、まあ、フィーバー溜まったら入れ込んでいくというところで、探索ではね距離を取りつつ立ち回っていくというのが使いやすいというところでございます。はい、まあこんな感じで今回オスクロールの性能解析してまいりました。気が向いたらチャンネル登録、ツイッターのフォローなんかもしていただけますと嬉しいです。では今回はこんな感じで終わってまいりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。赤でした。バイバイ。